はい、どうも、バギーです。グラッチェスイッチチョイスさんですね。はい、今日はですね、ちょっと待って、暗いな、明るいな。今日はですね、あれやってみます。自重っていうのは自分でやるってことです。そう、家でもできる手軽な肩トレをやっていきたいと思います。はいはい、手軽なね、はい、それでちょっとまず紹介していきましょうかね。はい、今準備してるんですね。中さん、なんかあれなんかおかしいですよ、ズボンが。なんか前と後ろ逆じゃないですか。いや、これ違うんですよ。まだ逆立ちするんで。いやー、それただの言い訳でしょ。それでトレーニングやっとったんですか。そうですね、今まで結構1時間ぐらいです。結構やりますね。今あれですよ、大体ね、流行りですよね、今の流行り。いや、そうでもないでしょ。あ、ということでちょっと肩トレ入れます。 OK です。はい、まあ、これ自宅でもね、簡単にできますよ。はい、まずこのクッションをちょっと準備してください。はい、ここはね、キックボクシングなんで、たまたまクッションがいいのがあるんで、はい、キックミットをね、クッションにします。はい、で、ここからね、もう壁に背を向けてね、はい、背じゃないか、これなんか何かを向けてね、はい、こうやって手を作るんですよ。はい、もう簡単です。ここから、はい、こうやって手を立ててね、おー、ここからこうやって降りていって、ここから、はい、1、おー、ここから、はい、それ家庭でできる簡単って家庭でできる簡単って、どこの誰がするんですか、それ。どこの誰がそれできるんですか。できないですよ。そう、しかもズボンは前後ろ履いて。ただのお笑い芸人じゃないですか、それが。嘘でしょ。ええー、できないですか。これね、今なんか家庭で手軽にできる、ね、ああ、クッションいらないですよ。ああ、これ床がクッションみたいなもんだ。なるほど、なるほど。はい、ちょっとやってみましょう。はい、はい、OK、 OK、 何回いきます。はい、そうね、中川さん、5回はどうですか。10回いきましょう。10回ですか。5回はちょっと少ないでしょう。ああ、10回いきますよ。はい、はい、はい、1、うわー、すごい。2、3、4、5、6、7、8、9、うわー、すごい、リアルバキが死んだ。あのね、リアルバキが死んだ。はい、どうぞ。ね、肩トレやってなかったら余裕で10いけた。うん、それは確かにある。それはある。手軽ですよ。はい、はい、1番スイッチ勝利選手。お、いい、お、いいですよ。で、はい、そこから、はい、はい、ちょっと待って。足、手伸ばして、手伸ばして、勝利さん。手伸ばして、手伸ばして。足、まず曲げて、足曲げて、でここから、はい、足の曲げて、まず。ちょっとどうすか、翔さん。なんか、うん、新世代生物みたいになった感じですね。なんか、カメレオンが逆立ちしてるような感じです、ね。いや、あれね、ただの犬神ケース。ただの犬神ケース、今。あ、そうです、スケキヨ、スケキヨ。スケキヨ、スケキヨ。髪型、スケキヨ。スケキヨ、スケキヨ。スケキヨ、でもズボン前後ろじゃないですか、スケキヨ。スケキヨ前後ろじゃないですか。それよりマシか、確かに。じゃあ皆さん、次回の動画でまたお会いしましょう。あ、これ手軽にできるね、あの肩トレでしたね。手軽に皆さんやってみてください。やってみてください。ズボンは前後ろ。はい、皆さんどうしました。